ロバート・カイル・グレンビル・テンプルは、アメリカ合衆国の著作家で、論争を読んだ著書、地の起源、文明はシリウスから来たによって知られる。この本は、ドゴン族が、シリウス系の知的な地球外生命体との接触を、伝統的に続けてきた、という仮説を提起したものである。ドゴン族についてのテンプルの記述は、民族史学者、マルセル・グリオールとジュルメーヌ・ディテルランの記述の翻訳に、 基づいている。テンプルは他にも、超古代、クリスタルミステリー、オラクルズ・オブ・ザ・デッド、中国の科学と文明、ザ・スフィンクス・ミステリー、エジプシャン・ドーンなどの著書を書いている。また、タイムライフの出版物に寄稿しているほか、ニューサイエンティスト誌などにも寄稿している。中国の科学と文明の書評の中で、ピーター・ゴーラスは、テンプルは、検証が得意ではない。彼は、後に、 西洋で発達したものの中国における先駆とみなせるものを恥知らずなほど熱狂的に取り上げる。そうする中で彼はあまりにも頻繁に事実について古代なあるいは誤った記述をしてしまう。と述べている。ゴーラスはまたテンプルがもっぱらジョゼフ・ニーダムとサイエンスシビリゼーション・イン・チャイナの記述のみに依存しており、それらを時代遅れにした。 その後の研究を考慮していないとも指摘している。北京レビュー史上では、ニーダム自身がこの本を批判し、一部の間違い。いや、私なら別の表現をするであろう様々な記述があると述べた。テンプルは、1965年に、東洋学とサンスクリットを専攻して、ペンシルベニア大学を卒業した。彼は、王立天文学会のフェローであり、 時折 BBC の放送にも出演している。テンプルは妻オリビアと共にイングランドに住んでいる。ありがとうございます。